カーダラボプロトコルは、カルダのネットワーク上で開始されて以来、暗号コミュニティに波及しています。カーダラボプロトコルは、高度に専門的で熟練した開発者のチームを持ち、常にカーダラボエコシステムの成長に熱心に取り組んでいます。カーダラボは、カルダのブロックチェーン上の最初のメタバースである、カーダインフィニティの立ち上げに成功したことを誇りに思います。この偉大なマイルストーンは、カーダラボの開発者チームによって達成されました。カーダインフィニティメタバースは、カーダラボのゲームシステム、カーダラボのバーチャルランド、不動産などをサポートします。カーダラボメタバース。総合運用性、スマートコントラクトを構築し、メタバースのチェーンにデプロイすることができます。スマートコントラクトは、提供されているソリディティのサポートや、EVM バイトコードにコンパイルされたものであれば互換性があります。スケーラビリティ。カーダラボメタバースシステムは、サブストレートモジュラーフレームワークを利用して、高いスケーラビリティと長期的な拡張性を実現し、分散型アプリケーションやサービスの接続をサポートし、他の独立したブロックチェーンが低コストで接続し、情報や取引を交換できるようにします。バーチャルライフ。カーダラボメタバースは、ショッピング、バーチャルランドの購入、ビデオゲーム、ソーシャルメディアなど、オンラインライフの他の側面も取り入れます。カーダラボについて。カーダラボは、コミュニティ主導の NFT DeFi プラットフォームで、カルダのネットワーク上に NFT ミンティングダップを構築し、デジタルアート作品のコレクターが自分の作品を NFT としてミントし、将来的には販売者と接続してシームレスに取引できるようにします。カーダラボチームは、カラトークンと呼ばれるユーティリティートークンを開発し、コミュニティがガバナンス問題に参加できるようにしました。また、カラトークンを保有することで、ユーザーはクリエイターのモデレート、提案への投票、トークンの獲得、注目作品のキュレーションなどを行うことができます。カーダラボプロトコルは、非代替性トークン業界へのさらなる進出を目指しており、その過程で、デジタルコンテンツクリエイター、アーティスト、アートコレクターが、デジタルプラットフォーム上で出会うことを支援します。カーダラボのバーチャルランドを初期に構築した人たちは、バーチャルワールド内のデジタルな土地に投資し、自分の作品を展示したり、その周りに専用のコミュニティを構築したりしています。カーダラボの革新的なメタバースでは、バーチャルリアリティの中で自分の土地を構築し、景観を楽しむことができるだけでなく、土地の所有者には統治権や商業化の能力などのユーティリティが付与されます。土地の所有者には、カーダラボマーケットプレイスから得られるすべての収益の一部が与えられます。これは、カーダラボのプレイトゥーアーンイニシアチブの一環であり、土地所有者にエコシステムにおけるインタラクティブな役割を提供するものです。カーダラボは、2000区画のバーチャルランドを割り当て、早期購入者には1区画300エーダで販売します。カーダラボバーチャルランドの所有者は、所有権を所持し、アイテムをミントし、ウォレットに NFT を受け取ることができます。また、カーダラボバーチャルには、メタバース内で使用できる多くのボーナスアイテムがついています。カーダラボバーチャルランドの購入。カラトークン第3期販売は、カラトークンプレセールに参加したい投資家の方々のために、現在も継続しています。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。